はい、深い俯瞰深です。はい、ということで、今日は、まあ前々から動画で言ってた、サロンのオープン日がやっと明後日に決まったということで、はい、今日は、まあ全体の紹介をしていこうと思います。まず場所なんですけど、横浜の西口の駅から徒歩10分ないぐらいのところの岡野っていう岡野交差点のすぐ目の前にある、千代田ビルっていう場所にあります。ということで、中に入っていきます。どうも、深川です。はい、受付のビフォーがこんな感じです。ちょっと、散らかってるんですけど、まあここに関してはクロス、照明ほぼできてました。はい、受付の、アフターがこんな感じです。まあ大きく変わったのは、まあ、看板をつけたのと、あとはまあ、いただいたお花を飾ったり、あと、まあ、ちっちゃい観葉植物も買って、まあ、ちょっと温かみのある雰囲気にさせていただきました。まあここはほぼ、自分でやったことは特にないです。ドレッサーのビフォーがこんな感じですね。カーテンも真っ白で、椅子もなんかじいちゃん家にありそうな椅子、でした。鏡がこんだけ大きいのはめちゃくちゃ最高ですよね。はい、ドレッサーのアフターがこんな感じです。まず、カーテンを白から、グレーに変更しました。はい。で、中がこんな感じですね。まあ椅子もあのなんかボロッチ椅子じゃなくて、グレーのおしゃれな椅子に変えて、まあ備品、ティッシュ、あとは、コットンとこれなんていうんだっけ、まあ、肌にポンポンするやつと、あとまあ化粧水、ヘアオイル、くしと鼻、あとは、アイロンと、ドライヤーも用意させていただきました。これでまあ結構いい雰囲気が、出たんじゃないかなと思います。この鏡を見て、まあ綺麗になったお肌とか顔を見ていただければ嬉しいです。はい、ここが待合室というか、ま、お客様が待っていただく場所ですね。これもちょっと、黒い椅子で、ダサいってインテリアコーディネーターの方に言われたんで、まあ、これもいろいろ検討した結果こうなりました。はい、で、待っていただく、場所のアフターがこれです。このドライフラワーは、この方に、はい、作っていただきました。ありがとうございます。で、あとまあここにも、グレーのおしゃれな椅子を置いて、ここはまあ一応 DJ マルさんのサインを置かせていただいてます。あとこっちは、まあ視聴者様のおしゃれな方に、フランフランのソファーがいいよって教えてくださったんで、このソファーめっちゃ高くて、5万円、したんですけど、まあ皆さんが、座ってもらえればいいかなと思って、こんな感じで置かせていただきました。まあ、結構、黒の、なんか変な、椅子が3つ置いてあるよりは、だいぶ、雰囲気も良くなったんじゃないかかなと思います。はい、施術部屋のビフォーがこんな感じです。壁の下の方が茶色でちょっとダサかったのと、あとはベッドがなんかむき出し感があって、ダサかったのと、あと部屋同士がつながってたんで、まあ、そこに壁を作るのが、大変でした。はい、で施術部屋のビフォーが、こんな感じになっております。まあ、見てもらえば分かる通り、内装の下の方は茶色から、グレーに、自分で張り替えて、ベッドに関しても、ベッドシーツを買って、あと毛布もグレーに買い直しました。まあ、全体的にグレーにすることで結構いい雰囲気が出てるんじゃないかなって思います。はい。で、ここには、まあ、穴が開いて、そっちの部屋と、まあ、繋がってたんですけど、まあ、そこは業者さんにお願いするんじゃなくて自分で、はい、鏡を買って、壁を作りました。でこれが今最新の、脱毛器です。この脱毛器で、ヒゲの脱毛を3回ぐらい、
脱毛してない状態からやったんですけど、3回でここまで、もう2週間前ぐらいから何も剃らなくてもここまで生えてこないぐらい、まあ、ツルツルになりました。はい、でカウンセリングルームがこんな感じです。まあ、この待合室としてもご利用いただければなと思います。ここは特に変わってはなくて、ここもあの、はい、この方に作っていただいた、お花です。もうめちゃくちゃ、綺麗で、まあ、これがあるだけでかなりここの雰囲気があるんじゃないかなと思います。ここでは彼女が作りたいんで脱毛、彼女が作りたいんでかっこよくなりたいです。彼氏にもっと可愛いって思ってほしくてって言ってもらえればと思います。店全体の雰囲気も、まあ、グレーと白を基調にした感じで、かなり、雰囲気も良くなった感じがあるんじゃないかなって思います。はい、でトイレも、改装させていただいて、これはもう全部業者さんにお願いして、はい、とても綺麗なトイレにしていただきました。ありがとうございます。床がグレーで、まあ、こっちの店の雰囲気と合わせた感じに、していただきました。はい、ということで、ここ2ヶ月間ですかね、契約して、まあ、毎日、まあ、内装やらトイレやら、まあ、いろんな打ち合わせやら、荷物が届いたりして、毎日ここで準備してきたのが、やっと終わりました。応援してくれいただいた方ありがとうございます。はい、ということで、まあ多分人生で一番充実しつつも、かなり、苦しい2ヶ月間でした。応援とか心配してくれた方本当にありがとうございました。ということで、9月15日から、やっとオープンすることができます。ということで、9月間は、この、全身脱毛と、オトフェイシャルと毛穴洗浄と顔の送信がそれぞれ3300円と2200円で、できます。人件費と考えたら本当に全く利益のが出ない、特別キャンペーンなんで、皆さん、まあ、お試しに来てください。で、契約に関しても、まあ、月1万円で、さっきの4つのメニュー買い放題っていうシステムなんですけど、それに入会金がいるんですけど、まあ、オープン特別キャンペーンで1万1000円で入会費済みますので、ぜひこの機会に来てください。9月中だけは、僕は店頭に立ってますので、ぜひ、まあ、お写真でも、お撮りできればなと、まあ、自分でよければ、はい。まあ、ぜひ、9月期間中のみ、めちゃくちゃお得な価格でやりますんで、まあ、僕もいますし、ぜひお越しください。予約に関しては、この概要欄と、あとコメントに書くか分かんないですけど、に LINE の公式 LINE を貼っとくんで、そこから、まあ、試したいとか契約したいっていう方は、LINE いただければと思います。これシステムとかメニューとか施術に関しては、なんか僕が発案したとかじゃなくて、まあ、母体の、会社の、まあ、ノウハウというか、決まりに沿ってるんで、まあ、そこに僕が行ってて、そのメニューがいいなと思ってやったものなんで、まあ、母体の会社自体も、かなり、でかくて、めちゃくちゃ人気で、腕も間違いありませんので、ご安心ください。まあ、いろいろ、まあ、準備動画とかやってきたんですけど、まあ、やっと準備の段階が終わってスタートするなっていう感じです。本当にね、僕もずっと受けてるんですけど、まあ、顔もちっちゃくなったし、肌もシミも少なくなったし、まあ、脱毛したおかげで、ニキビもできづらくなりました。まあ、本当に皆さんも綺麗になりに来ていただけると深は嬉しいです。ということで、動画最後まで見ていただきありがとうございました。